1番大学で男の後輩と女の先輩が話しています男の後輩は明日どんな服装で行きますか先輩明日の研究発表会のことなんですけど服装はやっぱり先生方もいらっしゃるしスーツがいいですよねうーんそうだね別にスーツって決まってないけど きちんとした服装の方がいいと思うよ。そうですよね。実はおととい、スーツのジャケット汚しちゃって、今、クリーニングに出してるんです。ズボンはあるんですけど。ああ、そうなんだ。それなら、上はワイシャツだけでいいんじゃない去年もみんな、そういう服装だったと思うよ。そうですか。よかった。そうします。あ、それから、ネクタイするの、忘れないようにね。はい、わかりました。 ありがとうございます。男の後輩は明日どんな服装で行きますか。二番。 大学のアルバイトの説明会で係の人が話しています。アルバイトをする人は明日何を持ってこなければなりませんかえー、それでは今から明日のアルバイトについて説明します。明日は主に荷物を運んでもらいますので動きやすい服装で来てください。手袋はこちらで用意しますが、 汗を拭くタオルは自分でご用意ください。明日も暑くなりそうですし、この仕事は結構汗をかきますから忘れないようにしてください。それから給料は後から振り込みますので、今から配る書類に必要なことを書いて、明日忘れずに持ってきてください。アルバイトをする人は明日。 何を持ってこなければなりませんか三番女の学生と男の学生が話しています男の学生は何を手伝いますか 今度の日曜日、新しい本棚を買いに行こうと思ってて、ちょっと手伝ってほしいんだけど。うん、いいよ。悪いんだけど、本棚を車に乗せて、うちまで送ってもらえないもう買うものは決まってるから、店であれこれ選ぶ必要はないんだけど。でも、本棚車に乗る自分で組み立てるタイプだから、乗ると思うんだ。それならいいよ。組み立てるのも手伝おうか ありがとう。それは大丈夫。そんなに難しくないみたいだから。組み立てた後、ペンキを塗ったりして自分だけの本棚を作りたいんだ。そっか。じゃあ、日曜日よろしくね。男の学生は何を手伝いますか 4番男の人と女の人が話しています男の人は今晩よく眠れるように何をしますか最近よく眠れないんだベッドに入ってもなかなか眠れなくてどうしたらいいんだろううーんもしかしてストレスかもよ最近仕事忙しいんでしょ寝る前にどんなことしてる 好きな音楽を聴いてるけど。好きな音楽ってロックだよね。それじゃあ眠れなくなるよ。なかなか寝られない時は温かいミルクなんかいいって。牛乳はちょっとね。そう。ああ、それから寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり入るのがいいって聞いたけど、今日やってみたらどううん、早速やってみるよ。それから、 軽いいいい運動をするのもいいって聞いたよ。でも忙しくてそんなことする時間ないねうん運動は仕事が落ち着いたら始めてみるよ男の人は今晩よく眠れるように何をしますか 5番携帯電話で妻と夫が話しています夫は何をしなければなりませんかもしもし今うちあもうすぐ着くよ今日家に帰るの7時ぐらいになりそうなんだそれでお願いがあるんだけどうん何あのねクリーニングに出してる服を取りに行ってもらえる 私のシャツとあなたのスーツああ今取りに行ってきたところだよあ本当じゃあスーパーで買い物しといてほしいんだけどえー、っと人参と卵今日の夕食を作るのに必要だからお願いわかったそれから犬の散歩は私がするからいいよ運動になるからうんわかった 夫は何をしなければなりませんか六番大学で女の後輩と男の先輩が大学のお祭りの準備について話しています 女の後輩は、今日、何を準備しなければなりませんか明日のお祭りでやる店の準備、今日中にやっといた方がいいこと、まだありますかえっと、野菜とか焼きそばの材料は、明日の朝、佐藤君たちが持ってくることになってるし、紙の皿も一緒に買ってきてくれることになってるから、もう買わなきゃいけないものはないね。はい。あ、はい。 明日、紙の皿とか荷物を入れておく段ボール箱が必要だね。駅前の八百屋さんから今日中にもらってきてもらえないはい。それから、他に必要なものは電卓とお釣り用の小銭だね。電卓はうちにあるのを持ってくるからいいんだけど、僕、この後銀行に行く時間がないんだよね。悪いんだけど、お金渡すから今から銀行に行って100円に両替しておいてもらえる銀行は3時までだから、 よろしくね。分かりました女の後輩は今日何を準備しなければなりませんか ?1 番。 女の人と男の人が話しています。雑誌に載った写真はどんな写真ですか 山田さん、写真を撮るのが趣味だそうですね。いつもどんな写真を撮っているんですか景色を撮ったり、庭で遊んでる子供たちを撮ったり、いろいろだよ。あ、僕の写真、この間雑誌に載ったんだよ。わあ,あ、すごいですね。どんな写真ですか夏休みに子供を連れて森山自然公園に行ってね。花がとっても綺麗だったから、それを撮ろうと思ったんだけど。ああ。 あそこは池のの周りの花が有名ですよね。うんだけど行ってみたら池に見たことない珍しい鳥がいてねそれを撮ったんだよああの池は魚がいるから魚を取りに来たのかもしれませんねああそうか雑誌に載った写真はどんな写真ですか 2番男の学生と女の学生が話しています男の学生はどうしてサッカーの試合が見られませんでしたか 僕、ののサッカーの試合、見られなかったんだ。ずっと前から楽しみにしてたのになあえっそうなのあレポートの宿題に追われてたレポートはずいぶん前に終わらせといたんだけど昨日、アルバイト先から電話があって「急に具合が悪くなって休んだ人がいるから代わりに来てほしい」ってそうなんだ夕方バイトが終わってからすぐにうちに帰れば間に合うはずだったんだけど 帰りの電車の中で昔の友達に偶然会っちゃってせっかくだからどこかでご飯でもってことになったんだああそうだったんだ男の学生はどうしてサッカーの試合が見られませんでしたか 3番。料理教室で男の人と受付の人が話しています。男の人はどのクラスに入ることにしましたか すみません。こちらの料理教室に入りたいんですけど、どんなクラスがありますかはい。和食クラスと洋食クラス、それぞれ初級と中級のクラスがあります。初級クラスは料理の経験がない方のためのクラスで、中級クラスは少し難しいお料理にチャレンジするクラスです。あのー、失礼ですが、お客様は普段お料理をなさいますか たまにしてます。ハンバーグとか洋食なら少し。それでは、中級クラスはいかがでしょうか洋食の中級クラスは人気がありますよ。あ、でも、和食が作れるようになりたいな。基礎からやりたいんで、初級で。普段料理されているなら、お客様には優しすぎるかと。中級クラスの方がいいんじゃありませんかいや和食は自信ないんで。そうですか。 分かりました。男の人はどのクラスに入ることにしましたか ?4 番。大学で 新入生の男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうしてこの大学を選びましたか ああ、明日も明後日もテスト。レポートは今週まで。ほんと、毎日忙しいよ。ここは、外国語を専門に勉強する大学だから、厳しいのは当然だよ。でも、こんなに勉強できる環境はすごいと思うよ。僕、外国語大学がこんなに大変だと思わなかったから。えなんでここに入ったの僕の尊敬する人がここの出身で、 高校の時の担任の先生なんだけどねで憧れてそうだったの熱心に勉強してるから外国語の勉強が好きで入ったのかと思ってた言語に興味を持つようになったのは大学に入ってからだよ本当に毎日大変だけど今はやっぱりここに入ってよかったって思ってる 男の学生はどうしてこの大学を選びましたか五番ラジオで男の人がある喫茶店について話しています 男の人がこの店をよく利用しているのはどうしてですか 僕はある喫茶店にもう20年近く通っていますジャズの音楽が流れる美味しいケーキが自慢の店ですジャズにも甘いものにも興味のない僕ですが通うのにはもちろん訳があります店のご主人が話し上手でいつも楽しい話を聞かせてくれるんですああご主人の趣味が登山だから店には山の本がたくさん置いてあって それを楽しみに来る人も多いみたいなんですけど僕はそんなわけでその店に通い続けています男の人がこの店をよく利用しているのはどうしてですか 6番電車の中で放送を聞いています。桜駅へ行く人はどこで乗り換えますか桜駅です。 皆様本日も緑鉄道のご利用をありがとうございますこの電車は特急緑山行きです途中止まる駅は東駅西駅です終点緑山駅には11時到着の予定です途中止まらない北駅桜駅へおいでになるお客様は次の東駅で各駅停車緑山行きにお乗り換えください 桜駅へ行く人はどこで乗り換えますか 番スーパーでアナウンスを聞いています毎日24時間営業のスーパー山田へのご来店ありがとうございます来週1週間は毎日朝10時と夕方4時からそれぞれ1時間ずつセールを行います商品は毎日変わりまして1日目来週月曜は朝は野菜 夕方は果物です火曜日から日曜日についてはチラシでお知らせします毎日休まず営業いたしますので皆様どうぞご来店ください何についてのアナウンスですか営業時間が変わること 2, 2営業日が変わること3今日のセール4来週のセール 2>, 2番女の人と男の人が。 お茶茶茶についいててて話しています日日本本ってよく飲む日本茶食事の時にたまに飲むこともあるけど昨日テレビで見たんだけど日本茶にはビタミンとかが入ってて疲れを取るのにいいんだってそうなんだじゃあこれからできるだけ飲むようにしよう疲れが溜まってるし疲れてる時は暑い方がいいらしいよ温度も関係あるんだねそれから 甘いものを食べた後に飲むと虫歯も防げるんだって。そうなんだ。いいこと聞いた。女の人はお茶についてどんなことを話していますか 1, ?1 お茶と食事の関係 2, 2お茶の効果 お茶に入っているビタミンの量おいしいお茶を入れるお湯の温度3番テレビでアナウンサーが男の人にインタビューしています。 山田さんは普段日本料理用の包丁を作っていらっしゃいますが西洋料理にも詳しいそうですねいや西洋料理の料理家から食事の時に使うテーブル用ナイフを注文されることもありましてそのためには西洋の料理を知らないといけないと思って少しずつですけど勉強してますそうですか包丁とテーブル用ナイフは随分違いますからね何をどう切るのか そういうことを知る必要があるんです。なるほど。食べ方も重要なんですね。人によってナイフの使い方が違いますから、そんなことも観察するために西洋料理店に行ったりします。海外にも行かれるんですかはい。自分で情報を集められるように、外国語も勉強しています。わあ、すごいですね。 男の人は何について話していますか 1, ?1 日本料理用の包丁を作る理由 2, 2いいナイフを作るためにしていること3西洋料理と日本料理の違い4西洋料理の正しい食べ方 1>, 1番、お客さんを工場の中に連れて行きます。何と言いますか ?1、1> これからお伺いします。2>, 2、ではご案内します。3、こちらを見学させてください。 2>, 2番、道で前を歩いている人のマフラーを拾いました。何と言いますか ?1、1> マフラー落としましたよ。2>, 2、マフラーが置いてありますよ。3、マフラーを忘れてしまったんですか 3番。後輩が郵便局へ行きます。他の書類も郵便で送ってほしいです。何と言いますか ?1。1> この書類持ってってあげようか 2>, ?2。これもついでに出してきてくれない ?3。こっちの書類も一緒にお願いしない 4番、飛行機の中です。ペンを使いたいですが、持っていません。何と言いますか ?1、1> よかったらペンお貸ししましょうか。2、すみませんが、ペンをお使いください。3>, 3、あの、ペンをお借りできますか 1一番、コンビニに行くけど、なんか買ってこようか ?1、じゃあ、ジュース頼むよ。2、2> ついでにお弁当買ってくるよ。3>, 3、悪いけど、今はいけないよ。 2番、今日の昼食は私に払わせてください。1、別々に払うんですか <S ?2, 2、え、いいんですか ?3、カードでもいいですか 3番雨、やみそうにないですね。午後から晴れると思ったんですけど。1, 1本当、晴れてよかったですね。2もうしばらく降るでしょうね。3, 3あ、もうやんだんですね。 4番。わあ懐かしくないこの公園。1>, 1。え、もう忘れちゃったんだね。2。2> 初めてだから感動した ?3。昔、ここでよく遊んだよね。 5番。あ急がなきゃ、コンサート間に合わなくなるよ。1>, 1。急がなくて大丈夫 ?2。2> ああ、間に合ってよかった。3。あ、大変、走ろう。 6番、バイト早く終わったし、どっか寄ってかない 1>, ?1、ごめん、今日はまっすぐ帰る。2、2> 忙しいなら仕方ないよ。3、早く終わったらいいね。 7番。あ、山田さん。今持ってるそのパソコン、課長が使うなって。1。1> じゃあ、課長にそう言っておきます。2>, 2。それじゃあ、使わせてもらいます。3。えなんでいけないんですか 8番、今朝いただいた書類のことで確認したいことがあるんですが。1>, 1、はい、どんなことでしょうか。2、2> もう書類はいただいてますが。3、今日中に確認しておきたいんです。 9番この店のラーメンこれで1人分こんなに食べらんないよね確かにすごい量だねちょっと少なすぎるよね 3> 3じゃあ1人で食べたらどう